はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。今日はですね、あの隠しステージのむっちゃ強いドラゴンナイトレジェンドチャープ、これ倒せねえぜっていう人ね、結構いるかと思います。そういう人はね、じゃあどうすればいいんだ、じゃあどうなんだろう、あの隠しステージのシンデレラ隊長 S ランク、あれいいんじゃねっていうことで、まあどれぐらいの確率で落ちるのか、そして何かアイテムを落とすのか、これをねちょっと見ていきたいなと思います。やっぱりこのドラゴンナイトレジェンドチャップ強すぎるよね。さあ、超のレベル5ランドのステージに隠しステージシンデレラ隊長いるよね。この隠しステージの解放の仕方は、あの動画の概要欄の方に書いておきます。さあ、好物のナマステカレー爆買いしておきましょう。とりあえず20個買って、足らなくなったら足します。さあ、今日使う妖怪はこちら。このね、シンデレラ隊長を落としていくわけなんですけども、スナックワールドとのコラボキャラ、攻撃力アップなんでむっちゃ使えます。高血力 S ランク。さあ、皆さんはね、もうこのシンデレラ隊長持っていますでしょうか。まあ、前回のねスナックワールドのイベントやってた人は持ってる人多いんじゃないでしょうか。さあ、やっていくぜ。使う妖怪はこちら、超覚醒不動。これね、持っていない人は今やっているスコアアタックのねランキング報酬でもらえます。まあ、ぜひねゲットしてください。スキルもあるんだよね。まあ SSS ランクだからね。そしてチョコリーナ夏木、モテモテ夏木です。そしてモテマクールカクカ夏木、もう夏木3体入れます。そして極土の子、もう今回ねマジで落としに行くんで夏木3体。そしてまあ Y ポイントもね稼ぎたいなということで、まあ超覚醒不動、そして極土入れました。まあこれでね好物一番いいのを上げながらちょっとね周回していきたいなと思います。まあどれぐらいの確率で落ちるのか、アイテムを落とすのか、そのあたりがねちょっと気にはなるよね。気にはなるんだけど、なぜか誰もやってねえっていうね誰かやれよっていうことで、まあ、僕やりましょう。さあ、モテモテン。さあ、やっぱり夏木は重要だよね。もうこの夏木3体かければ、まあチョコリーナもいるしね、さすがに出れるでしょう。さあ、好物与えます。シンデレラ隊長もう S ランクだからね、ステージでゲットできる S ランクって言ったら非常に貴重です。そして今回のイベント、まさかのシンデレラ隊長がね隠しステージに出てくる、もう少しね話題になってもいいと思うんだけど、なぜかみんなスルーなんだよね。みんなやってんの、マップ隠しステージとかやってないのかな、わかりません。さあ、極土。まあ、このステージは種族縛りで、まあ、ドラゴンナイトレジェンドチャップ入れれないんだよね。なのでちょっとね Y ポイント稼ぎはちょっと微妙なんですけども、さあ、チョコリーナはね2回掛けでいきます。まあ、ワンフィーバーの2回掛け。さあ、フィニッシュ。お願いします。あ、落ちません。これで一発で落ちたらね楽なんですけども、なかなかそうはいきません。 308Y マネー。そして22ポイント。もう Y ポイント微妙だな。お願いします。あ、落ちない。落ちません。頼むぜ。30分が経過しました。落ちません。アイテムすら落ちません。なかなかしぶといぞ。まあ、確率なんで偏ったりするんで分かりません。このあとね連続でバタバタバタっと落ちて、しかも何かレアなアイテム落ちるかもしれません。分かりません。それはね分かんないよね。何を落とすのか、なんかコインみたいなの落としてくれるのか。さあ、ものすごく懐きました。さあ、さっきね爆買いしたカレー20個、これが最後です。やべえな、買い足しパターンか。さあ、夏木かけまくる。さあ、フィニッシュ。
何も落とさないと。渋い、渋すぎる S ランクの隠しステージ、何なのこのステージ、何なんだろう。さあ爆買いします。とりあえず10個買い足します。やべえなこれ。お願いします。シンデレラ隊長、なんだなこれ、キャラ好きなんだけどな。スナックワールド好きの人は好きな人多いよね。シンデレラ隊長、あ落ちない。さあすでに45分が経過しました。若干企画倒れチックな感じがあります。まあやってれば何か落とすし落ちるでしょう。やべえな、ちょっとハマりかな。本当は多分もう少し落ちるんだろうな。 S ランクなんで、あのドラゴンネットレジェンドチャップ SSS ランクでもまあ 2,30 回に1回はもうチャップ自体も落ちるし、まあ10回20回に1回は相手も落ちてるからね。まあそれよりは落ちるはずだよね、 S ランクなんだから。さあ頼むぜ、これだけナツキかけまくりフィニッシュ、お願いします。た落ちねえ、マジか。落ちるよ。でも鉱物が与えられるということは仲間にできるってことだよね。そして10ポイント。さあまた10個がなくなったんで10個買い足します。やべえな、超やばいじゃないか。落ちません。どうした。さあ1時間が経過しました。マジかよ、やべえな。この感じだとなんか他のステージ周回した方がいくねっていう感じしてくるね。まあこっからいきなりこうバタバタってくるかもしれないしね、わかりません。さあ鉱物与えます、ものすごく懐きました。本当かよ。このステージね、 Y ポイント稼げないんだよな。そこが痛いよね。 Y ポイントも稼げれば、まあ Y ポイントがてらやろうかっていう気になるけどね。まあって言ってもね、ドラゴンナイトレジェンドチャップ持っていない人はまあ種族制限関係ないんで、このステージ周回もありなんじゃないかなと思います。さあお願いします。おっとアイテム来た来た。しかしこれさっき俺があげたナマステカレーじゃね。拒否しやがった、マジかよ。18ポイント。ミッション攻略やっていきます。レベル5ランドステージ1で10コンボ以上を達成しよう。50ポイントやっていきましょう。50ポイントはでかいよね、ジバニャン。さあ使う妖怪こちら、サニーレタスさん、攻撃力アップ。今回のイベントのレア妖怪、そしてトレジャーコマさん、中央プニケシ、これもね今回のイベントのレア妖怪。そしてウラキュンタナツキ、モテモテナツキ、美脚ナツキ。さあこんな妖怪でいきましょう。まあ10コンボ以上なんで、これさすがにそんなに難易度的には高くないよね。ただねこれステージ1、ジバね弱いんですぐ倒せちゃうんですよ。なのでもしかしたら人によっては10コンボ行く前に倒しちゃって、おコンボ行かねえぜっていう人はいるかもしれない。そういう人は攻撃力の弱い妖怪を、まあ、セットしてね、メンバーにしてやってやると、まあミッションね達成難しくないんじゃないかと思います。さあ鉱物与えましょう、チョコボ。さあものすごく懐きました。さあフィニッシュ、あー来たぜジバニャ、これだよこれ、これだよ。やっぱ妖怪さ落ちてくんないと面白くないから、もうそのランクとか関係ない、もう S ランクでも D ランクでも何でもいいんで、やっぱ落ちてくれてなんぼだよね。さあジバニャン来ました、僕の好きなキャラです。さあ技レベル上げていきます。さあ報酬受け取りましょう。これで50ポイント、そして100ポイント、嬉しいね。
さあ次はね、レベル5ランドステージ5をランク B 以下の妖怪を使ってクリア。一つ星コイン、こちらやっていきましょう。さあステージはカトリーですね。カトリーいいよね。カトリー欲しいです。使う妖怪こちらアスト。目にも止まらぬスピードで妖怪プニを消す。そしてエンド、中央プニ消し。サクマ、攻撃力がアップです。そしてシャンプリン、ナツキ。ズクキュンタ、ナツキ。こんなパーティーでいきます。カトリーね、できればね仲間にしたいよね。と言いつつ、もう僕はねすでにね結構たくさんねカトリーを落としてます。なのでまたね今回も落としていきたい。ランク B 以下、ナズマイレブンのねキャラを使ってやっています。さあこれはねランク B 以下なんで、まあ、人によってはねちょっとあまりこうキャラがね揃っていない人は難しいかもしれません。まあ言ってもこのステージミッションねコンティニューありなんで、まあ最悪ね難しいっていう人はコンティニュー使ってミッション達成するといいんじゃないかと思います。さあ夏木かけていく。そして好物与えましょう。さあやっぱカトリー欲しいよね。さあ攻撃力アップからの、さあ必殺技打っていく。アストプニ消し。そしてエンド打っていく。かっこいいよね。ポイント玉も壊していきます。さあフィニッシュ。しゃー来たぜ。もうサクサク落ちる、これだよこれだよ。やっぱこれぐらい落ちてくんないとさ面白みがありません。さあカトリー、そして2ポイント。さあカトリー友達になりました。さあ技レベル上げていく。さあミッション報酬いただきましょう。一つ星コイン、これは嬉しい。さあ次はですねレベル5ランドのボスステージ13でフィーバー2回以上を達成しよう。大経験値玉、こちらやっていきます。さあ野坂のステージ、使う妖怪はこちらレインボーン、回復。そしてアンラッキーさん、サボり。そしてゴブさん、これ重要、プニを整理する。これ整理妖怪はねフィーバータイム何回以上とかいう時には非常に使えます。そして先ほどゲットしたカトリー、スコアアップ使っていきましょう。そして居眠りドラゴン、たたい攻撃。さあ行くぜ。まあ狙いとしてはねこの整理する妖怪を、まあ、うまく使って、まあ、フィーバータイムね、このプニを長くつないでフィーバータイムに入れ込んでいく。なるべくねプニは長くつないでいきましょうか。フィーバー2回なんでちょっとね倒してしまわないようにあまりね最初のフィーバータイムまでは攻撃あまり仕掛けない方がいいかなと思います。まあ、うまくねこのアンラッキーさんのサボりとかね、あの回復でつなぎながらいきます。さあフィーバータイム入りました。ポイント玉連打で壊していきます。超高速連打。さあまず1回目のフィーバータイムクリア、スコアアップからの、そしてこれで整理する。これ非常にねプニが長くつなげやすくなるんで一気にねフィーバーゲージを貯めることができます。さあ2回目のフィーバータイム目指していきましょう。さあ皆さんはねもうミッション全てねクリアしましたでしょうか。まあ、ミッション報酬ね Y ポイントもらえたりね報酬がいいんで、まあ、これはねぜひともやっておいた方がいいんじゃないかと思います。と言いつつね僕もまだだいぶ残っています。ちょっとねイベントの期間もねだいぶ短くなってきたんでちょっとねマジです。さあ2回目のフィーバータイム、ここはねもう倒してしまいましょう。そしてスコアアップ打っていく。 Y マネーも稼ぎたい。さあプニを整理する、何気に使えるこの妖怪、フィニッシュ。この野坂は仲間にできないんだよね。
さあこれでミッションの方もクリアです。108ワインマネー、さあレベルも上げていく。4ポイント、さあ報酬いただきます。大経験値玉ゲット。